イエーイ。いや、なんか、ちょっと今まで食っていいな。変な名前だな。温めたい。おー。イエーイ。ほうめん、じゃあ、ホーリーデー。いただきまーす。うわぁ、いただきます。うまそう。下を置いてる。はい。足りるの？このパスタだけで。うん。パスタだけで。いただきます。みんな何食べてる？それだけでしょ？肉は、いい感覚いった。うん、野菜ジュース。まずいです。まずいです。それ美味しい。美味しくないでしょ？美味しいです。これ、だって。これ美味しいですけど。美味しいですか、うん、知ってるんだ、うん、聞いた、美味しい、きんぴらごぼう好きなの、うん、昔から好きですね、山ちゃんから知ってます、麦茶がいいって言ってさ、うん、早くて、うん、いいっすよ、じゃあ、お前もこれから回るの、無理ってなくなる、確かに無理、このこれ一口入ってる、おい、いや、いいですよ、もう取ったんです、取っていい、いただきます、うん、あっこいね、うん、うまっ、うん、うまい、コンビニってマジすごいよね、すごいよね、すごいクオリティマジだから、確かに、あとカップ麺ってすごくない、けどお湯入れるだけでさ、あんな、うん、なんかうまいんだよ、うまい、でもさいやでもね、すごいじゃん。昔からあるやつあるじゃん。うん、カップヌードル。そう、あの辺とか、まあ、カップペヤングとかさ。どん兵衛とか。どん兵衛とか。でも、俺、ペヤングは北海道ないの。あ、そう、あ、そうだね。あれ、なんだっけ、焼きそば。焼きそば弁当。焼き弁。最初のカップヌードル何か知ってる？カップヌードルじゃない。カップヌードル。あ、激麺。ん？豚麺。カップ麺っていうか、インスタントラーメンの最初。あ、じゃあ、マルちゃんね。一番最初だよ。なるちゃん？美味しい。え、カップヌードルじゃないですか。カップヌードルでいいですか？はい。はい。チキンラーメン。へぇー、言おうと思った。いるいる、そういう人。でも出たよ。うん。全然出た。うん、出してないから。うん。昔から変わらない味でさ、うん、進化してるんだろうけどさ、うん、なんていうの、ずっとうまいじゃん、同じクオリティで、それすごくない、うん、むしろクオリティ上がってるよね、こういうのってさ、上がってるのが露骨になってるじゃん、弁当とかさ、パスタとかってさ、でもなんかカップ麺でさ、昔からあのレベルうまかったじゃん、うん、でもなんかさ、どん兵衛もなんかさ、うん、高級のやつで、あれ、トップンどん兵衛とか、トップンだっけ、すげえ長いやつ、そうなんだ、長いやつ、一回食べた、めっちゃ美味しかった、どん兵衛3分じゃないよ、そもそも違う、なんか5分だっけ、5分だっけ、何分どん兵衛みたいなのあるね、そうなんだ、何分どん兵衛っていうか忘れちゃったけど、そのなんか長い、うん、ジュニアさんがよく言ってたよ、カップ麺って水でも、吸い方であったよね、水でもいけるって知ってたから、へぇ、そうなんですか、水でもいける、12分ぐらいまで、でもどん兵衛は、10分どん兵衛はやった、あ、10分どん兵衛、それを普通のどん兵衛を5分だけど、うん、10分ぐらいやるとなんかすごい柔らかくて美味しいみたいな、うん、最強どん兵衛さ、うどんとそば、うん、あれにあの鴨南蛮、うん、あー、あったね、あれうまかった、あれよかった、俺硬い方が好きだから、誰だっけ、麺硬くない、硬いの好きじゃない人、濱家さん、いや、濱家さん、僕いなかったけど、僕硬い、僕柔らかいのですね、うん、柔らかいの好き、硬いのもあるけど、麺さ、濃いめ、固め、濃いめ、油少なめとか言うじゃん、うん、俺はこれだって、固め、濃いめ、油少なめとか言ったり、やわめとかいるのか、いや、九州、麺が弱いの、うどんとかも、コシ、うん、というものが存在しないです、うん、もう唇だけで切れる麺だから、でも、釣り取った一緒に連れてたわけで、うまいって言ってたから、うん、はい、食べたんばいな、あれなんかパスタみたい、うん、うどん家系で、やわめで食ってね、意外とうまかった、マジ食ったことない、食ったことない、
伸びたラーメン食べたことある。いや、確かにそうそう。そういうことじゃなくて。俺もそう思う。茹で時間が長くなるわけでしょ。それなら硬い方がいいって思っちゃう。いや、いいのよ、茹でる。やばね。それはそれね。食べたことない。伸びたラーメン。この粉落としまでいかないけど、針金とかにしちゃう。めー。買いたくないですよ。まあ、そうなんだよ。火通さないとダメなの。小麦だけ。生だったら生の方が全部うまいと思ってるから。肉とか、もう、あんまり焼かない方がいい。そうだった、うん、この間ね、ユッケ食った。食った、ね、めっちゃ美味しかった。いい肉でユッケ作った。でも肉の焼き加減ってさ、結構、一緒に食べる人と合わせたいじゃん。俺も合わせないと食べちゃう。ユッケ。多分、知ってると思う、俺のところ。うん、すぐ取っちゃう。何でも食べれると思ってる。うん。ちょっと温まれば食べちゃう。あ、そうだよ。ここはきつそうだなって思ってたんですよ、ママ。そんなお店どこだよ、うん、どこのここはって、なんかさ、やっぱ高いじゃん、いい鮮度の。もうそこ、ここは嫌だなってところにはまず入らない。あ、そうなんだ。いや、でもね、焼肉もね、なんか前はすごい、すぐ食べたくてさ、うん、なんか、濃くても言ってたけど、やっぱしっかり焼いた方がうまいんですよ、手作り。へぇー。せっかちなんだよ、うん、変わったいと思ってる、本当に別に。俺はでも、できる限り中生の方がうまいと思う。好きだと思ってるけど、だから牛カツとかとか、うん、レアの方が好きだから、うん、なんか牛カツって薄いよね。まあ、あるじゃん、厚いの厚いの。あ、そうなの、うん、なんかさ、うん、焼肉とかそうだけど、表面焼いてて中レアで美味しいかもしれないけど、うん、中生だからさ、温度感が違うの、表面と。中あったかくて生ならいいんだけど、なんかちょっと冷たいぐらいだから。冷凍の肉とかそうなるね。表面だけ焼けちゃうやつね。そうそうそう。それがちょっと嫌ですね。うん、はいはいはい。でも生の方が好きだな。あとせっかちゃんがすぐ食べたいって、食べちゃいたいって。待ってるんだよ。肉を焼く時間、その気持ちはないですか？ないです。まあ、あんまないと。ないです。焼肉もちょっとめんどくさい。ステーキで出てきた方がいいな。もう焼いてくれる。焼いたものが出てきた。焼くの好きだから。で、バーベキューとかはいいんで。なんで？バーベキューなんで。でもその中、レジャーをしに行ってるじゃん、これ。うん。でも焼かないですよね、コウさん。そう見てた。あ、でも焼くのも別に嫌いじゃない。もうそれはいい。けど、まあやってくれる人がいたら、まあ、お任せするけど、好きな人もいるじゃないの。うん。うん、バーベキューはね、なんか、ちっちゃい肉焼くんじゃなくて、ステーキが、はい、でかいね。うん。あ、そうなんですよ。日本のさ、アメリカはもうなんかこういう、ウェーバーのテニスでもう、ティーボンステーキとか、なんかでっかいステーキをバーンって焼いて、こう切ってくるみたいな感じなんですけど、日本はさ、こういう、豚バラ肉みたいなさ、なんか、焦げになってさ、もう、カジじゃん。もう、あっちゃうね。ね、火が強くて、ね、あんま分かんなくて、こうあれはさ、あれやるんだったら本当にこれぐらいの七輪で食べる1枚ずつぐらいなんか食べた方がいいと思う、うん、あれをさ、もう何十枚もさ、こうやって焼いてさ、ダキャーンってやったらさ、なんか炒め物になっちゃうじゃん。カジちゃんはなかったもん。カジちゃんカジちゃんはない。何カジちゃんカジになっちゃうもんね。肉の豚、最初じゃあ豚トロ行くよとか言ってさ、切ったらザ・バーベキュー、にわかやろうかさ。じゃあ、まずトントロからね、みたいな。トントロ、バカーって乗せて、うん。で、トントロ、いや、もういいよ。トントロ、トントロ、みたいな。トントロ、はい、トントロ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 。はい、トントロ、トントロ。もうトントロはいいよ。トントロは勘弁してよってなるとする。だトントロが余ってるじゃん。ファイヤーのトントロ。8トントロぐらい。で、あれってもう、ファイヤーするしかないからさ。網の横に置いててもさ、炭なんても遠赤外線でブワーって熱くなるから、うん、カリカリになっちゃってさ、中の水分がなくなっちゃってさ、うん、火事なんだよ。え、火事だよ。火事じゃんって言ってほしかったもん。火事じゃん。火事じゃん。つなぎ直そうして。練習させるの無理だ。バーベキューはね、あんなでっかいのいらない。ね、ちっちゃい肉になるんですよ。肉を美味しく食べるならね。切った肉を美味しく食べるなら。うんうん、余るんだから。確かに余るね。最後に。で、次、トントロもいいから、カルビ行こうぜって。そう。トントロが若いな、なんか。トントロでカルビ。トントロでカルビ、なんか若いのかと。いや、それだよね、最初は。もう、一切頼まなくなった二つだよ。
なんかバーベキューセットみたいなの買っちゃうじゃん、だって。トントロって、なんかカルビは食べなくなったの、だいぶ。うん。トントロちょっと食べたいじゃない、うん、ない。なんか1枚。そうそう、1、2枚やっぱ。うん、カルビを1枚、カルビはなんかいいんだよ。いや、トントロ1枚で売ってることなんてないじゃん。ね、そうなんだ。いや、違う、だから焼肉屋に行ったら、うん、なんかその、カルビは、うん、ハラミとかでも代用できるのか分かる。ハラミとか、できないよ。できない。なんか、俺だからって肉を入れて代用して。俺だからだいぶ近いんだよ。ハラミとか。でも、トントロってトントロでしかないから。正しい。そう、うん。なんかトントロ食べたかったんだよね。まあ、あの歯応えと、そう、絶妙だよね。絶妙。油の。うん、油食ってる。豚の油はね、甘くて美味しい。うん。何肉が一番好き？牛肉じゃん。俺豚なんだよ。僕羊。あ、ラムね。うまいよね。だそれ以外の肉食べれないんだよ、今それでも羊。じゃあ豚。絶対豚。いや、僕、それでも羊。順番で羊食べる。いや、今、なかなか食べにはいけないけど。あのサイゼリアあれうまいよ。サイゼリアのちっちゃいのかな。あるね。串ね。串ね。あー、あるね。羊の串ある。いや、豚じゃない？もし1個になるってなったら。絶対牛だよ。本当に？うん。豚の方がなんか、多様性ないな、いろんな。豚キムチとかさ、生姜焼きとかなんかさ、なんか。生姜焼きだからな。いや、そういうわけじゃないけど、豚の方がさ、いろんな料理に入ってない、結構実際。いや、牛でしょ。うん。牛の方がいいかな。いや、わかんない。食う頻度は牛全然俺全くないけど、なくなったら話してる。食う頻度だったら絶対豚の方が多いじゃん。焼肉やったらさ、牛8割ぐらい。でも俺焼肉より多分、なんか、その、だから、普段食べる肉を残してきたりと、いや、大丈夫、魚あるから。じゃあ吉野家とか行けないんです。あー、まあ、そうですか。豚丼でいい。豚丼でいいよ。俺豚丼頼むときあるさ、割と。たまになる。うん。牛乳、いいの。牛乳飲めないからね。いや、牛乳。牛乳飲まないけど。ラテとかも。ラテとかも。でも、豆乳で飲む。アイス食えないから。牛乳します。みたいな。牛乳にします。牛乳にします。そう、まあ、じゃあ牛乳にします。牛乳なんだ。豚も豚肉のみ。そう、牛はいろんな。私はいないよ。ホルスタインと肉の。あ、マジか。でも俺豚の方が好きなの。あっとけ。豚バラ最強説ある。バラが好きなんだ。うん、あの豚バラをさ、テレビで。でも生姜焼きってさ、肩ロースとかでしょ。まあそう、で豚バラが好きなんだ。豚バラを、うん、あの桃源郷じゃなくて、桃源郷だっけ、めんつゆ。うん、桃源郷。鹿島の時点でめんつゆがある。はいはいはい。あれで食うのもマジ。めっちゃうまい。ほんとに。豚バラをめんつゆ食べる。へぇ、やって。いやでも、あのさ、サラダでポン酢で食べるじゃん、電車のサラダ。うん。あれはうまい。豚、あの、テレビ千鳥で、豚バラ、びしゃがけ選手権ってやってて。選手権。選手権ってやってるんですけど。いろんなタレで、もう、やるみたいな。それで1位になった桃源郷の選手権。やっていった。桃源郷ってあれ、なんか、冬に幻に、うん。しゃ、校舎のシャン。絶対違う。全然違う。桃源郷の郷ってあれ、桃源郷。まず、桃が、桃みたいなやつ。うん。2弦は、幻。宇宙中だからしてんの？いや、なんですか、桃源郷って。お店？知らねえんかい。桃の桃源郷の方じゃない。知らないの。え、違うんだ。桃源郷でやってるかもわかんない。本物の桃源郷の話。白洋舎みたいなやつない？いや、あの、あの、桃、剣道士の桃の方。唐辛子の桃。うん。剣どんなの？桃源郷じゃないですか。違うかも。桃源郷なんてなかった。めんつゆって喋って、桃源郷めんつゆみたいな喋って。桃源郷じゃない、桃源郷みたいなって言ってるじゃん。いや、最初桃源郷って言ってた。いや、俺、サムに確認取ってると思うね。めんついてきた。出てきた。桃仙郷かもしれん。桃仙郷、桃仙郷だ。そうめん流し。それうまい、マジで。流しそうめんじゃん。初めて聞いた。そうめん流し。それなんか、鹿児島かどっかでしかない。鹿児島名物。そうそう。めっちゃそうめん流し。これで流すの？そうめん流し。それでアマゾンで取り寄せて。取り寄せないの？いや、大丈夫。俺は取り寄せ好きじゃない。最近って取り寄せ俳優すっかりで折り投げたかい。ねえ、なんで俺の食えないんですか。食べれた。俺食べましたよ。めっちゃ美味しかった。美味しいよね。もったいない、あんな料理できないよね。確かに。いや、あれはレシピ書いてある。絶対本来のうまさだってない。いいえ、レシピ書いてありましたもん。でも俺その通りもう忠実に作ってた。変な、変な小細工入れません、僕は。できないから。鼻で笑った。
昨日あれ買った。あれどれ。あれプロジェクター。うえ。家でプロジェクター見てる。テレビないのテレビ。ああそうなの。QOL 爆上がりじゃないですか。そうだよ。あれ映画見たいなと思ってさ、映画こう見てさ、こうやって見てるんだけどさ、なんか映したいなってなって、買った。天井に映ったの。いや、どこでも行ける。多分。なんかさ、壁があるの。寝ながらさ、なんか見れるみたいなメガネ知ってる？あ、上に映すんじゃなくて、そう反射してる、ね、みたいな、なんかあるって聞いた。知らない。なんか誰かが言ってたんだよ、なんか。誰か、あの名前を入れない、あの人。あの人だ。あの人か。でも、どれ買っていいか分かんないからさ、なんか。マジおすすめされたやつなんか。でも、それがあるだけで、なんか、いろいろ見たくなりますよね。うん。映画とか、ドラマとか。最初だけ。それでテンションが上がるのそれは使うだろうけど、うん、あとキャンプにも持っていけるから、あアウトドア用でもあるって感じ。キャンプででもなんかプロジェクターで見ることある？結構いるよ。何に？映画？映画とかなんか YouTube いっぱい行く人がさ、うん、そこで普通の生活をするやることないのみんな。もうたまに行くすぎる。たまに行くキラみたいなやつは、うん、たまにそうたまに行くキラみたいなやつは、ないやつはそう、そういう余裕ない。料理作ったり、やっぱキャンプの醍醐味みたいな。俺料理作るの好きだから、ね。だからそう。とかキャンプらしいことをやっぱりやりたいんだけど、いっぱい行く人はやっぱまあね、そうそう。これなんか普通にスーパーとかで飯買ってくもん、そういう人。そうそう。だからいっぱい行く人はね。そうそうそう。いっぱい行く人はね。そう完全に。ね二回目行かないと。一回目さ。俺別にいっぱい行ってないから料理したいのか。毎日料理するし。年越しキャンプ行ってるから年1なのかっていうところあるからね。ああ、確かに。年2ってこと？1、1。31と1日で、年2になる。そう、年2になる。ね。うん、ある意味。年2だ。年2。年1、年1。0.5、0.5。違うよ。年1、年1って言ったら次の年の1とかあるから2になる。年2になる。どういうこと？えだから2023年の今年の例えば10年31日行ったとしたら2022年の違う2023年の1月1日もキャンプ場にいたでしょ、うん、1月1日と12月31日行ったことになるから年2で、ほら年2は行ってる。少ないだろ。ないな。少ないない。少ないだろ。いやでも行ったよ。今年は結構行ったかも。行った。ゴールデンウィークも行ったし、うん、年越しも行ったし、うん、夏にも一回行ったし、4回は行ってると思う。いや、もっと行ってると思う。5行ってんの。うん、5回は行った。確かに年にそれだけ行ってたら行ったっていう。ねえ。仕事なのにね。行かないよ。ねえ、ポケットがチョコレートコスコス出そうとしてんの。間違ってバンプ。何個買ってんの？これも食べない。途中ですよ。じゃ、これは、これ絶対食べない。これ僕か。そう、絶対食べない。じゃ、これは持って帰る。じゃ、これ食べるよ。高っ。同じぐらいの値段しとれんの。あんたでしたら。これついてる。200円なの。食べた。ちょっと袋ちょうだい。おっ。これは食べたい。あら、まじ。気になっちゃったらお前たちがさ、買うのがすっごい遅いから。うん。じゃあ、その場所に身が張ったりだって。コンビニを、いろいろ全部用意してて、これを見てたら、端っこにちゃんとあって。うん。あれ、パンフリマにあったんですよ。じゃあ、パンフリマのこう角の、あ、なんていうの、ね、このさ、ここに並べない商品、うん、ここの部分ここの上にありまして、うん、1個しかなくてなんか呼ばれた気がして、そう呼ばれた気がして、知ってたの？シュトーレンって話、シュトーレンってなんだっけって話をしたんです、うん、シュトーレン聞いたことあるな。そうクリスマスになんか本当はもっとでっかいこんな、うんうん、なんかあのキラの話を聞いて思い出した。あそうだ、ね、でなんか真ん中から食べていくんだよあれ。えそうなの、そうなんだ本当は。あれ忘れちゃった簡単じゃないかな、なんかな。いや、いい。すごいよ、こんなん。これすっごい可愛いな。子供たちが食べてる。じゃあ、こういうお菓子の名前で山を宣言しよう。いいよ。お菓子なんでもいいの？これお菓子じゃないか、これパン。まあ、菓子パン。まあ、こういうデザートとかなんでもいいの、何？品名。甘いもの？うん。甘いもの？甘いもの。弱そう、俺。なんで急に？負けたらなんだよ。甘いもの差し入れ、今度。負けた時の一個前に言ったやつを差し入れる。あ、なるほど。面白い。これどうする？どんぐらいのスピードで言う？早っ。早っ。
これ5回じゃないか。やってみるか。じゃあこれいい。はい。ちょっと前、前。OK です。OK です。なんじゃなかった。何やも見てた。近くに。遠いのに。行きまーす。あ、俺からね。じゃあそれでじゃんけん。最初はグー、ジャンケンっぽい。最初はグー、ジャンケンっぽい。わ、これで俺が言おうとしてる。そうですね。なんで今言うのね。これはね、ジャンケンしてから。やれだよ。言う？これなし。これ、これもうない。これ差し入れられたくないでしょ。もう。はい、行こう。待って待って、大丈夫。行きまーす。せーの。プリン。やってないじゃん、やってないじゃん。やってないじゃん。どれも。あ、面白い。プリンじゃなくて。頭に控える。あとプリン言われたと思った。僕プリン言わなくて、じゃあ明らかに。はい、行きます。せーの。ヨーグルト。シュークリーム。ゼリー。エクレア。カヌレ。マッカートニア。カヌレじゃん。飲食しない。すごいよ。カヌレを用意したら絶対言われないと思って。そこでと思って。いや、全然、マカロンとか、結構いろいろ用意してたんだけど、厚木カヌレでいけるなと思ってたら、そしたらカヌレで、うわ、完全にやられた。パフェよ、パフェかカヌレか迷った。いや、結構いろいろ、いろいろ頭の中では。一番強そうなのにね。まだまだ倒したまだまだいけたと思ったけど、カヌレ。カヌレやられた。カヌレか。2周目だ。カヌレうまいよ。いいじゃん。カヌレって2回流行ってるらしいよ。それ話した。先週話しました。見た、あ、見たでしょ。あ、見た、見た。あ、そうそう、YouTube で。かわいいやつの YouTube だから、俺は情報を入れます。フルーツ、フルーツ、フルーツ、情報で、カヌレ差し入れます。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。カヌレでもうまい、ほんとにベストオブお菓子ある。俺はキットカットじゃん。へぇ、いや、わかんない。ルマンドかもしれないし。ベストオブお菓子か、ゴールデンチョコレート。出た出た。何ですか。カマ一番買ってるお菓子。ゴールデンチョコレートってベストオブ、あの長いやつ。もういいよ、もうゴールデンチョコレートは探しとるだから。いや、俺長いよ。コンビニに売ってる大きい丸いさ。いや、ないと思う。その期間限定でメイジの買ったセトリッチな感じの。俺が結構割り食ってて、一時期本当にお菓子しか食ってない時期やったから、多分星がくれぐらい食ってない。もっと前からもうちょい、アナナスぐらいかもしれないぐらいの時は稽古場でずっとお菓子がここにあって、うん、それを食うの。いや、食わせて食う、こいつ。あの時期は勝手に食ってました。一回食ってよって。で、それ俺が食ったやつをドハマりして。うん、ゴールデンチョコレート。ゴールデンチョコレートって呼んでるだけ。あ、呼んでるだけ。途中休みして、あれ美味しかったよねってなって、一回探して、探し終える。そう、あった。あった。うん、あった。期間限定だったんだよね。そうそう。そうなんだ。だからその時期は使いましたみたいな時です、たまたま。ベストオブお菓子。チョコアンパンか。あー、買ってる感じで言うと。買いますね、確かに。見たことある。続きましてマカロンにハマってる。もう一周。コンビニに売ってるね。いや、売ってる売ってる。二周目。いや、マカロンハマった時期あったんだけど。なんか、サーティワンのマカロン、ストロベリーマカロンみたいななんか味があるんだけど、正式名称わかんないけど。それがうますぎて。マカロン食べないな。それからマカロンにハマってる。マカロンなんか、あれよね、もう一個。韓国で。トゥンカロンでしょ。ああ、トゥンカロン。かわいいやつ。なんか、マカロンに似たやつ。うん。ちょっと僕も好きなの。え、食べたことない。食べないな。何回だけある。はい。マカロンってさ、ちっちゃいじゃん。うん、そうだと思う。で、あれ、昔は満足できなかった。こんなちっちゃいの300円みたいな。うん、確かに。あれ1個でも、ちょうどいいから今は。へぇー。お腹いっぱいになるってこと。いや、あの、甘さがちょっと欲しい時あるじゃん。こう。また、ないか、なさそう。どういう時？だから飯食い終わったとかないもんね。僕は絶対そう。あるでしょ。そうなんだ。次に食べてないじゃん。いや、今すごく食べたいです。あ、へぇー。マーこれ。え、いいんですか？いや、これめっちゃいらないっていうの待ってたんです。ストーリーを食いた。あ、じゃあ。でもこっちは食べたからいいよ。食べて。やった。はい、じゃあ、ストーリー食べていい？すごい、なんか、紙板？いや、違う。言い方悪い。すっごい甘いよ。レーズンも入ってた。ナッツとレーズン。すっごい甘いね。美味しい。美味しいですよ。でもこれなんか多分、一人で、一回で食べるものじゃない。いや、本当に。だから結構かぶっちゃう。みんなで分けるやつだもんね。なかなかの重さがある。すごい、これ。どんな味なの？レーズンがまだ入ってるから。なんか、甘すぎないけど、あの、
あるんですよ。あるじゃないですか。どんな味、どんな味どんな味、うまいって。うまい。伝説の。うまい、うまい。うまい。うまい。うまいだけ流してもらって。やめて、それは。それはいつか。じゃあ、ご覧ください。いつか流してください、いつかね。事務所の許可がいるから、あれも。いるんだ。あれはだいぶ許可がいるから。ベスト、僕、切れ組かも、ベストを動かして。で、どんな味なの食べた方が早いです。で、聞きたいの。聞いて、食べたくなるかどうかっていうこともあるじゃないですか。ぎっしり系ぎっしり系、うん。デニッシュみたいな感じ。いや、ちょっと違う。もうデニッシュを3つぐらいで、バッ、バッって重ねた感じ。食べたくなる。でも、美味しいよ、ほんとに、えー。美味しいよね。香りは、どんな香り、うん、香りは、ほんとに、レーズン。なんか、レーズンもしかしたら。ラム酒洋酒。ラム酒。あ、お酒の味するんだ。お酒の味しますか。ちょっとお酒入ってる。酔ってきた。帰った酔ってきた。酔ったらどうなの、酔ったら僕マジで。マジで。右足が暴れてしまう。そっか、ストライカー。そうやってみてる、その辺。確かに。右足。あ、酔ってるよ。やばいよ。暴れる。あ、やめろ。おい、おい、おい、今週はこの辺で終わってくる。確かに絶対ダメだって。いいもの、いいもの切れたし、ね、味わかんなかった。ありがとうございます。食べてください。皆さんもね、クリスマスまでね、一人に食べてください。クリスマスわかんない。確かにそう。これ1年後かな。年明けてるんだ。あ、年明けてるんだ。年明けてますよ。シトレなんて食べないで。ごめんなさい、ごめん、こんなことシトラレンとかですね。おー、うまいかも。いい。あとはよろしい。はい、はい、じゃあ今日は稽古終わりだね。うん、そうそう、稽古したんですね、うん、そうね。ゆるめし。あ、ゆるめし。これいつ公開なんだっけ、これ大体。これ月の2週目。2週目か。おい、じゃあ、もう、ええじゃん。ええじゃん、終わりじゃん。ええ、もしかしたら、もしかしたら、本当だ。ええー、そうだ。あら、出ていただけたら。ああ、確かに。明けましておめでとうございますとかいらないのかと。言ってない、まあ、それはそれで別でやるからね。でも、もう動画撮ってる、多分出てます、それは。明けましておめでとうございます、動画。なるほどね。いや、きっと、情報が出てるか、これからいい情報が出るかもしれませんよってことですね、ちょうどその時期ぐらいの。確かに。ということで、また次週も見てください。バイバーイ。